次の曲で僕最後の曲になります。いや、今回5回目なんですよ、隅田が。今まで向こうのステージやらせてもらってて、なんとかね、最後にこの歌う曲がこのスカイツリーでずっと流れればいいなと思って一生懸命やってきました。ここのキャラクターもね、他の横にいるキャラクターなんだ出番ないじゃないかっていうことを言われるかもしれないけど、本当にね、他のキャラクターもそうなんだけどね、ここにいるキャラクターはね、本当にここに絶対連れてきたいぐらい、いつもずっと僕がおしゃれでも散歩だけ歌ってくれるからお世話になってました。ぜひぜひ今後とも頑張っていきたいなと思ってます。最後はおしなりくんと散歩という曲歌いたいと思います。この曲知ってる人、はい、ありがとうございます。本当にこの曲がここで流れることがすごく嬉しいです。最後一緒に歌ってくれたら嬉しいです。ワン、ツー、スリー、フォー。みんなに楽しんでもらうためにいろんなことをものすごく考えてます。なので皆さんも全力で歌ってもらって、全力で名前呼んでもらって楽しんでもらえたら嬉しいです。明日も僕みんなに楽しんでもらうために全力で頑張りますんで、ぜひぜひまた明日も遊びに来てください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。盛り上げてくださったキャラクターさんと、そしてパンちゃんに大きな拍手をお願いいたします。この後ね、キングでライブあるんで、俺は死ぬかもしれない。石田さんと同じ道を歩んでらっしゃるありがとうございました。ありがとうございました。ライブの時もね、ぜひ感謝の夢を見てあげてください。さあ、いかがでしたでしょうか。もうあっという間にですね、10時から始まりましたこちらのスカイアリーナの PR ステージなんですが、以上をもって全てのプログラムが終了となりました。最後にですね、ここにいる皆さん、もうね、たくさんキャラさんが来てくださった来てくださったんですが、最後記念撮影をして終わりたいなと思っております。じゃあステージ、ちょっと準備が整い次第ステージの上に上がれるキャラさんは上がってもらって、でよかったらステージの前列にしゃがめるキャラさんね、でちょっと段に乗るのは厳しいですというキャラクターさん、背の高いキャラクターさんはステージの下でも大丈夫です。できるだけですね、ステージの横幅ぐらいに収まったらいいなと思いますので、ちょっと様子を見ながらご移動ご協力してもらっていいですかね。キャラクターさんたちのね、案よちょっと大きいのでね、みんなよりちょっとね顔がビッグサイズなもんですから入るか心配ですけれども、
ステージね上がってもらってたくさんのキャラが来てくれたのでしゃがめるよっていうキャラさんよかったら ね、ステージの前に来てくれると嬉しいな。じゃあ最後はカンちゃんも一緒にしてくれるかな。嬉しい、心強いですよ。さあみんな入るかな。ステージの前でもいいよってお友達ね、背中の友達もう一回おいで。会場内の近くのキャラクターさんで一緒に映りたいよって方いらっしゃったらですね、どうぞどうぞ前の方に来ていただければと思います。最高だったね、すごい盛り上がったライブでね。兄貴大丈夫、入れるかな。兄貴ステージの上上がってきてもいいよ。コータもありがとう。上がれる、グッと回ってきてもいいよ。あ、そっちステップあるのかな。おしなりくん、おしなりくんとかも